私は進化する。福井工業大学工学部建築土木工学科では、建物や道路をはじめとした人々の暮らしに直結するライフラインに関わる建築・土木分野を広く学び、持続可能な社会を実現できる新しい技術者を養成しています。今は7月の改正道路交通法の施行により規制緩和された電動キックボードも視野に入れ、自動車に過度に依存しないまちづくりの研究や、ゆっくりを軸とした移動手段や道路空間、都市空間などのリサーチを行っています。多様なモビリティは人々の生活を便利にするものです。それらを安全安心に利用できる空間を考えて、実際の道路や街に落とし込むことに魅力を感じています。鉄道やバスなどの公共交通を補完することが期待される電動キックボードですが、課題も多く残ります。やはり電動キックボードの特性であったりとか、新しい交通ルールをですね、理解しないまま乗ってしまうと非常に危ないですし、また道路もですね、車がですね、最優先道路になっていますので、そういったですね、インフラが整っていないというところが今の課題です。これからのですね、理想な街というのは、人を中心にしながらですね、自転車であったり電動キックボードといった低速な移動をですね、中心に捉えた道であったりとか街っていうのが非常にですね、これから求められていくと。今あなたが作っているのはどんな未来ですか？私たちが作っている未来は、人と環境に優しい交通からみんなが笑って幸せに生きる社会です。電動キックボードがより使われやすい環境になることで浮き出る課題や、多様なモビリティと歩行者が安心して利用できる道路空間について研究しています。福井工業大学工学部建築土木工学科はこれからも進化し続けます。福井工業大学をリアルに体験できるオープンキャンパスでは、予備校講師による推薦選抜対策講座を開催。詳しくはホームページから。